こんにちは、天の仕事道具店です。天の仕事道具店は仕事に役立つ文房具をオンラインショップで販売しています。今日は11月に掲載予定の新商品を紹介していこうと思います。一部商品はメーカーさんの方でもうすでに発売済みの商品なので、そこだけご了承ください。ではよろしくお願いします。最初に紹介する商品はメーカーはハイタイドで、スティッキーメモパッドという商品です。こちらの商品はメーカーからも新発売の商品となっています。当店では2種類のフォーマットを取り扱っていて、1フォーマットあたり2色の展開となります。1つ目は月曜から日曜までが割り振られたトゥードゥ管理とかスケジュールの管理とかがしやすそうなフォーマットになっています。2つ目は1から31までマンスリーのフォーマットとなっています。まあ、ざっくりスケジュール管理とかに使えたり、普通にトゥードゥーリストとしても使えるフォーマットなので、まあ、たくさんねタスクがある方とかは31個分管理できるので便利じゃないかなと思います。マンスリーの方は A5 サイズのノートにちょうどいいような大きさになっていて、粘着力は少し弱めなので、貼ったり剥がしたりが多くない状況で使うのがおすすめです。手帳などにね貼り付けて使うのがいいんじゃないかなと思います。でウィークリーの方、月曜から金曜までのフォーマットの方は横長なので、まあ、パソコン作業とかするときに手前にね1枚こう貼り付けて、その日のスケジュールとかトゥードゥとかを書いておくと、パソコンしながらそれが眺められてすごく便利そうだなと思っています。次はフロンティアというメーカーから出ているプランドゥーミーシリーズのノートです。こちらはもうメーカーさんからは結構発売済みで、実店舗だとロフトさんとかハンズさんでも手に入るようです。で当店は今月から取り扱い開始となります。プランドゥーミーシリーズは仕事から趣味、勉強、家事、家計簿などオールラウンドなスケジュール管理ができるノートシリーズらしいんですが、こちらのノート自体は結構シンプルな作りになっていて、前半の方にいくつかテンプレートがあるんですけども、それが数ページ続いたら、あとは、3区分縦に区分された方眼のノートです。ただこのノートのすごく便利なところは、このノートに対応した、まあ、付箋とかねテンプレートっていうのがかなり幅広く展開されているので、まあ、自分に合った使い方、それこそ仕事なのか趣味なのか勉強なのか家事なのか家計簿なのかっていう、まあ自分が作りたいフォーマットに合わせてオプションで自分らしいノートを作れるっていうのが特徴かなと思います。今回はこのオプションの部分もたくさん取り扱いを始めたので、ぜひこの後ねどんどん紹介していくので見ていってください。方眼ノートの最後に3つのクリアポケットがついています。まあ、シールとかね文房具とかそういうの保管しておくのにすごく便利だと思います。家計簿で使う方とかは医療費のね領収書とか取っとかなきゃいけないと思うんですけど、そういうのをしまっておけるので便利かなと思います。ノートのデザインはダブルリングなんですけど、リングの部分は少しピンクがかったゴールドで、表紙にもね同じような金色のトーンで箱押しがされていて、大人でもすごく使いやすいデザインだなと思います。次に紹介するのはプランドゥーミーシリーズからインデックスログボードという商品です。先ほどのノートと合わせて使うのを想定して作られてはいるんですけども、まあ、メモ帳、大きなメモ帳なので、まあ、他のノートにも貼り付けて使うことができます。先ほどのノートと互換性があるのはこの左右についている爪の部分で、こちらをノートのリングの部分にパチンパチンとはめて使うことができます。で左右にね爪がついてるので、ノート使いながら隣で見ながら確認しながら記入とかっていうのもできるようになってるそうです。フォーマットは4つあって、1つ目がハビットトラッカー、2つ目がマンスリー、3つ目トゥードゥ、4つ目メモとなっています。でこのねメモ帳が貼り付いているその裏側の白い部分が PP 素材でできているので、下敷きとしても使えるらしいです。こちらはリフィルメモパッドという同じくプランドゥーミーシリーズの商品となります。で当店では家計簿とあと家事ノートというフォーマットを取り扱っています。
他にもね、スタディープランとかマイプランっていうフォーマットがあるようです。他の店舗さんとかではあると思うので、気になる方はぜひ探してみてください。家計簿は日々の支出管理とか収支計画、貯金簿など家計管理に役立つ様々なコンテンツが入ったノートパッドで、約4ヶ月分のシートが入っているそうです。家事ノートは家事リスト、献立リスト、日用品リストなど様々なね、家事の管理ができる日々の生活に役立つコンテンツが入ったノートパッドで、約3ヶ月分のシートが入っているそうです。こちらの商品は先ほどのインデックスログボードと同様にメモ帳になっているので、裏にのり付けとかがねされてないので、ノートに貼って使う場合は裏にのり付けをしたりとか、テープでノートに貼り付けてもらってご利用ください。次に紹介するのはプランドゥーミーシリーズからノート用ポケットフィルムです。でこちらは1袋5枚入りの商品となっていて、3サイズあります。2箇所のシールを剥がして、ノートの好きな場所に蓋付きの透明ポケットを作ることができます。蓋がついてるので中のものがねこう飛び散ったりとかしないのがすごく便利だなと思います。プランドゥーミーシリーズからチークパレット付箋スティックです。1つのパレットに5色入っていて、各20シート入っているので、まあ、100枚の付箋が入っています。素材は紙でできているので、まあ、鉛筆でもペンでもサインペンでも何でも書き込むことができます。まあ、粘着力が弱いので剥がして跡が残ったら困るものとかに貼るのがいいんじゃないかなと思います。当店ではもともと似たような商品も取り扱っていて、こちらの商品なんですけど、まあ、結構大きさが違う、3分の1ぐらいの大きさなのかなと思います。こちらはログ付箋ワイドというアイテムです。こちらもプランドゥーミーシリーズからの商品です。のり付けがされているのでそのままノートに貼ることができます。最初にプランドゥーミーシリーズのノートを紹介したかと思うんですけども、そちらの3分割されたフォーマットにぴったり入るサイズ感となっています。種類は1週間の予定を書き込めるウィークリータイプの付箋が1つと、あとトゥードゥーリストを書き込める付箋、方眼の自由に使えるメモ付箋で、最後に1日のスケジュールを時間軸で書き込めるデイリー付箋の4種類となっています。20枚入りの付箋なので、デイとメモとトゥードゥーを仕事で使うってなったら、1日1枚使うとしたら、まあ、約20営業日1ヶ月分持つかなという感じで、ウィークリーだと1週間に1枚だと思うので、5ヶ月分ぐらいは持つんじゃないかなと思います。本日最後に紹介するのはフロンティアさんからティントンシリーズ、ちょっと読み方合ってるかわからないんですけど、の紙付箋です。でカバーをくるっと畳むと持ち運びができたりとか、逆に畳むと卓上に立てられるようになっているようです。目玉がついてる商品見ちゃうと、なんか気がついたら手に取っちゃうっていう習性があって、今回はもう完全に趣味ですね。可愛いで、奥に行けば行くほど書ける面積が広くなっていきます。あとどこからでもね使えるようになってます。こちらはねシールとかフィルム付箋とかね、カットマスキングテープとかいろんなのが出てたんですけども、私はすごい好きなんですけど、これって本当にみんな必要かなっていうのがちょっと怖くて、今回は紙付箋だけの取り扱いとなっています。すごい好評だったら今後ちょっと展開を増やしていこうかなと思ってるので、ぜひチェックしてみてください。はい、今日は11月の新商品を紹介しました。たくさんいろんな便利そうな商品あったかと思うんですけども、なんとなく使い方のイメージ湧かないよとかっていうのはあるかなと思うので、インスタグラムの方では使い方の例っていうのをちょっと紹介していこうかなと思うので、ぜひチェックしてみてください。バイバーイ。